だよくカレーとかほうれん草のペーストを入れたりするじゃないですか。会心の出来です、これは。今回はですね、コラボ動画でございます。なんとついに来たかとっていうコラボなんですけども、こちらです、よっこう青汁さんとのコラボでございます。で、僕ですね、実はねあんまり得意じゃないんですけども、前にね社長さんと対談させていただくことがあって、その時に本当失礼な話なんですけど、青汁あんま好きじゃなくて、でその時にですね、もしよかったら一杯っていただいたんで我慢して飲もうかなと思ったら、めちゃめちゃうまかったっていうね。なのでそこでちょっと盛り上がって、この青汁だったら絶対美味しいレシピ作りますよって僕から言ったんですよね。なんで今回めちゃくちゃ自信あるんですよ。今回は普通に飲んでも美味しいこの緑子青汁買ってですね、めちゃめちゃ美味しくて、めちゃめちゃお野菜が取れる超野菜キーマンカレーですね。これがねマジうまいっす。もちろん飲んでも美味しいんですけども、料理に使っても美味しい。これをね今回ちょっと皆さんにお教えしたいと思いまして、超野菜僕の自信作やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきたいと思います。まずですね、今回キーマカレーを作ります。キーマカレーといっても煮込んだりしない、すげえ早いキーマカレーなんですけども、キーマカレーはひき肉のカレーなので、豚ひき肉今回 90g 結構たっぷり使います。はい、そしてですね、ほうれん草ですね。今回はね野菜をたっぷり使ったカレーにしたいので、ほうれん草を入れます。で、あと玉ねぎですね。あとトマトジュース、トマトがねこのキーマカレーに入るとものすごく美味しい味を出しますので、トマトジュース、ホールトマトとかでもできなくないんですが、もう今回はね手軽にあのトマトジュース、使います。そしてカレールー、バター、あとニンニク生姜ですね。これね、ニンニク生姜香り出しで使います。で最後にアサヒロッケさんの緑子青汁でですね、これを使うことによってとっても美味しいんですけども、ちょっとね抹茶っぽいような味がするんです。こちらの青々としたねこの旨味をカレーに入れ込んで、むしろこの青汁を使うからこそ美味しいっていうですね、カレーを今回作っていきたいと思います。はい、それではですねやっていきたいんですけども、まずこの超野菜キーマカレーを作る上で何が重要か、これを説明したいと思います。このね、要となるね、このね青汁の味を確かめていかないと、やっぱり素材の味を確かめることが料理を作るものすごく重要になってきます。なのでこの緑子青汁飲んでみたいと思います。じゃあまずガラッと、こう粉状になってるんで、まずすぐ溶ける。で、ここに水、うちのマシーンでちょっと味付けします。緑子青汁杯めっちゃうまいわこれ。入れましょう。毎回これでやれっていうね感じなんですけど、はい、こんな感じね、よーくねかましてくださいこれね。これですよ。じゃあ皆さん乾杯。ほら超うまい。全国の居酒屋で出してほしいですねこれね。これで野菜取れるんだからね、めっちゃうまい。焼酎に合うんだよこれ。お酒も飲んで野菜も取れるってね、最高のドリンクでございます。ということで、この緑子青汁の美味しさが分かったところで、早速調理開始していきたいと思います。まずね野菜から切っていきましょうか。これね、今回のカレーはね大盛り1人分なので、もうちょっと欲しい方は2倍量を作ってください。ニンニクですね、切っていきたいと思います。ニンニクは潰してですね、でまあこんな感じ、まあみじん切りにした方がいいんですけども、まあこれぐらいならみじんでも、まあ、全然美味しいと思います。はいはい、こんな感じですね。もう同じく生姜ですね、もう同じぐらいの量です。生姜はこれもみじん切りにしていきます。で生姜とね、にんにくは、とてもパワーがつきますんで、パワーがつくお野菜ですんで、なんで、こいつも入れていきます。まあ、粗めで全然大丈夫なんですけども、まあ、気になる方はね細かめにしてください。はい、でこんな感じですね。であとは、玉ねぎですね。玉ねぎはねちょっとね今回キーマカレーなんでね、スライスしたらこういう感じでちょっとみじんっぽくしてください。これもねあの炒めちゃうんでね、そんなに細かいみじん切りじゃなくて全然平気です。玉ねぎが入ることによって、ね、甘みと旨みが加わりますんでね、現代のね皆さんはね、いやお野菜がねちょっと不足してますんでね、このカレーはねめちゃめちゃお野菜入ります。じゃあねフライパンありますんで、ここにニンニクと生姜だけ入れちゃいましょう。そしたら空いたスペースでほうれん草、ほうれん草なんですけども、この部分って皆さんね捨ててるでしょ皆さん。これ食べられますから、よく洗ってくださいこれ。実はねあのほうれん草ってこの部分すごい栄養あるんですよ。なんでこの部分はね
あのこんな感じで細かく切ってください。これ食べられますから。はいね、よく洗ってくださいね、土ついてるんでね。そしたら他の部分はもうこんな感じでざっくりと、まあ、キーマカレーひき肉と合わせたような感じで細かく切っていただいた方がいいかなっていうふうに思います。これほうれん草が入ることによって、緑の、感じが増しますし、香りもね、入ってきます。あと食感ね、ほうれん草は横にこんな感じで切るだけで結構です。で炒めていきます。もう早速ね炒めに入ってきます。バターね 5g、そしたらね、バター 5g で、このね炒めていくんですよ。ニンニクと生姜を、バターをねちょっと使うことでね、あのちょっとコクが出ますんで、これでねニンニクと生姜炒めていきます。ニンニクと生姜はね炒めることによって香りが増しますんで、これがですね非常に美味しいカレーを作る、ポイントになります。中火ぐらいでいいですよ。でここで、ニンニクと生姜が生煮えだとちょっとね辛みが出ちゃうんですよね。なんでここは焦がさないようにしっかりと炒めていきます。はい、でね、ちょっとね、あの色づいてくるんです、こうやってね、ちょっとね、あのところどころ芝犬色になってくるんで、これぐらいになったらお肉入れます。焼き肉、はい、もうね、ニンニクと生姜はかなりいい感じで、炒まったんで、次は、ひき肉ですね。でこれね、軽く炒まったらね、玉ねぎ、ほうれん草まだね、玉ねぎだけ入れていきます。うん、いい香りしてきた。で炒めます。これはそうするとね、ちょっとこうしなっとしてくるのが分かりますか。たまにしなっとしてきますんで、ここでトマトジュース、あの潰したホールトマトでもね全然できなくはないんですけども、今回はトマトジュースでいきます。潰したホールトマトでやる場合は、ね、4分の1缶ぐらいかな。であとちょっと水入れた方がいいかもしれない。で、入れたらもう沸いてくるときにもうこのカレールー入れちゃいます。はい、でここに今回の主役、緑子青汁、凝縮されてますんでお野菜がね、これをカレーに溶け込ませるんですよ。そうするとねめちゃめちゃ美味しい。感覚的にはなんかね、あの葉野菜のねペーストを入れてるような感じですね。これはよくカレーとかほうれん草のペーストを入れたりするじゃないですか。パスタとかもあるんですけども、そのあの勢いです。これは葉野菜っていうものすごくね、あの旨味と香りを持ってますんで、これがカレーと合わせるとめちゃくちゃ美味しい。で、沸かしながらこうルーをこう溶かし込んでいくんですね。はい、で今回はお水使ってないんですけども、まあ、もしねあのルーが硬すぎるなと思ったらお水使っていただいても構いません。で混ぜてルー溶けるじゃないですか。溶けたらここでですよ、ほうれん草です。ほうれん草ちょっとざく切りにしたね、はい、ほうれん草ここで入れます。で最後にほうれん草なんですね。でもしねほうれん草気になる方は気になると思うんですけども、シュウ酸っていうのがあって、ほうれん草ってシュウ酸が気になる方は事前にねお水につけておくといいです。はい、この感じですね。はい、ほうれん草がざっくり入ったこのカレー美味しいんですよ。でルーをかき混ぜてる時はもうね火はね結構弱めて大丈夫なんで、こんな感じわかります、こんな感じで。ほうれん草はまあね、さっと火を入れればすぐ食べられますんで、このね緑感がいいんですよ。ほうれん草の入ったカレーってすごく美味しいじゃないですか。で緑子青汁のね野菜を粉砕した旨味っていうのもかなりガッと入ってますんで、でね作るのが楽なの、煮込まないから。もうこれでご飯に持っていきます。じゃあいい感じにご飯が盛れましたんでカレーを持っていきます。ちょっと硬かったんでお水入れて伸ばしました。大さじ1杯ぐらいかな。こう、あ、うまそうっすね。会心の出来です、これ。じゃあこちらで六甲青汁で作る超野菜キーマカレー完成です。はい、それでは食べていきたいと思います。いただきます。うまい、もう一杯食べて、いただきます。いただきます。
うわ、最高だこれ。マジでうまい。お野菜の味が濃厚ですね、すごくね。まあ、ほうれん草もトマトジュースも入ってますし、玉ねぎもたっぷり入ってますので、お野菜の味がすごい。そしてこの緑黄青汁のいい意味での青々しさっていうのがすごくこのルーに溶け込んで、かなりね、野菜のうまみっていうのがね、際立ってますね。食べると分かるんですけども、全く青汁感がないんですね、これね。もうただただめちゃくちゃうまいカレーです。最後にほうれん草入れたことによって、ほうれん草のシャキッと感も出てますんで、非常に食感も楽しい、美味しいカレーです。お店で食べるカレーとしても全然いけるレベルですね、これね。これほんと美味しいですよ。ということで、この美味しさを共有したい、食べてます。すごい、いいっす。お、うまっ。うまいっしょ、これ。いや、めちゃめちゃ飲みやすいっす。うまいよね。俺ほんと冗談抜きで、全国の居酒屋でこれ出してほしい。緑茶杯、ウーロン杯、ジャスミン杯、あの、青汁杯プロモーションとか関係なしに、関係なしうまいよね。純粋にうまい、純粋にうまいよね。そう、だから言ったの、これ絶対うまいっすよ、この青汁って。俺びっくりしたの、初めて飲んだ時。こっちが本命なんだよ。こっちが本命。いただきます。めちゃめちゃうま、めっちゃうまいっしょ、このカレー。これ超自信作。青汁ほのかに香るぐらいなんですよ。緑青汁ってまあ多分飲んだら分かると思うけど、全くね、邪魔しないんだよね。でもさっきこれ言ってましたけど、普通にこうお店で出てきて、でも本当にただのめちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまいカレーでしょ。めちゃめちゃうまいほうれん草カレーそうなんですよ。普通に味としてうまいんですよ。うまいっすね。ありがとうございました。ということで、皆さん、超野菜キーマいかがでしたでしょうか。カレーめちゃめちゃうまいくて、僕はもう自信作なんですよ、これね。ホッコ青汁のシンプルにうまいんで、お野菜をね、摂取できるっていうところがね、別にお酒と共じゃなくても、水に溶かすとか牛乳とかで溶かすとかでも美味しいんで、これね、ちょっと飲んでください。青汁の概念変わります。ぜひ皆さん試してみてください。早速ね、炒めに入ってきます。バターね、 5g。 あーあああああはい、落ちましたね。スプーン使えって話なんですけど、普段の僕が出ちゃいました。